こんにちは。ナナです。王将戦七番勝負の決着が早くもつき、藤井竜王は王将を奪取し、史上最年少五冠達成です。将棋界において、七番勝負で3連敗からの4連勝は、わずか2例しかないですが、その一つを経験している棋士でもある渡辺王将。そんな武勇伝を持つ渡辺王将でしたが、藤井竜王を前に、それは通用しなかった。完全に力を封じられた王将は、昨年の棋聖戦同様ストレートでタイトルを奪われました。棋聖戦では、スコアは関係ないとしながらも、それからしばらくしてからのインタビューでは予想していなかったと。正直な気持ちを吐露していましたが、まさか王将戦までも、同じ結果になるとは。渡辺王将はブログで、棋聖戦で負けてからは、再戦を意識してやってきたので、それでも一つも勝てなかったのは残念です。としています。対局後のインタビューでは、今の気持ちを表す言葉が見つからず、沈黙が続いたほど、心理的には、ダメージを受けている印象。そういった感情が見え隠れする投了の瞬間。いや、さすがにこれ以上は無理だと諦めた瞬間の表情は、どことなく寂しげにも見えた。それにしても、19歳にして、将棋界の偉人の仲間入りを果たすとは、どこまで行くのか。まさに、昇竜のごとく、天高く舞い上がる勢い。いや、すでに、プロ棋士の中でも、雲の上の存在と化しているでしょう。あとは、順番にタイトルを奪われるのを待つだけか。いやーと、三つのタイトルは、それぞれが意地でも守ろうとするでしょうが、きっと守りきれるのも、時間の問題。対局後、藤井竜王は、質問に対して、次のように答えています。序盤から、常に、こちらの攻めを催促する形でした。常に忙しい展開でしたが、中盤62手目44桂に、7四歩が見えていなかったので、どう指せばいいかわからなかったので、封じ手のあたりは、少し自信がないのかなと思いました。としています。さすがに、序盤の渡辺王将の時間を意識した差し回しに付き合うのは大変だったということなのでしょう。ですが、こんな風に振り返りながらも、実際に自信がなかったのかは不明。と言いますか、対応力が完璧すぎる。佐々木誠七段は、この局面において、渡辺王将の時間の使い方から察するに、まだ研究範囲なのではないかと予想しているとしていました。渡辺王将は、やはり、時間で攻めることを、一つの戦法として考えていたことがわかります。続けて竜王は、76手目44銀から、43金左として、少しこちらの玉も耐久力がある形なのかなと思っていたのですが、85手目86角からかなり迫られる形になってよくわからなかったです。このようにしています。はい。登場しました。解説者も、びっくりの一手44銀。ここから少し良くなってきたのかなとしていますが、AI 形勢が見えているかのようなコメントに深浦九段も驚いていました。これ以外にも、藤井竜王は、形勢判断ができなかった場面が多かった気がするとし、難しい将棋だったと配慮を見せています。ストレート奪取については終わったばかりなのでまだ実感がないところもありますが、今回の番勝負は、8時間という長い持ち時間で対局して、改めて勉強になる部分が多かったので、今後に活かしていければと思います。とし、どこまでも、相手を立てたコメントに終始。当初2日制の対局は、経験値の面で、渡辺王将が優位に立てるのではという見方があったようですが、そんなことで負けたりはしない。この結果を受けて、中村九段が持つ最年少王将になったことに対して、そのことは全く意識していなかったのですが、王将は、とても歴史のあるタイトルなので、今回取ることができて嬉しく思います。と語っています。また、4人目の五冠になったことに対しては、自分の実力を考えると、ここまでは出来すぎの結果なのかなと思いますし、今後なんとか、それに見合う実力をつけていけたらと思います。順位戦も、自分にとっては大きな対局ですので、悔いのないようにさせればと思います。と語っています。コメントまでもが完璧でした。そして、
敗れた渡辺前王将は、次のように質問に答えています。封じ手のところは、まずまずと思っていたのですが、手が広くなったところで間違えてしまったような感じですかね。また、ストレートで負けてしまったことについては、なんというか、残念というのもちょっと違うし、もうちょっとなんとかしたかったんですけど、この結果になってしまったのが残念なので、そういう感じですね。と、質問に対して精一杯答えていた姿が印象的でした。この大きな衝撃の直後、質問にも答える必要があるという試練。そして、感想戦では、今回もまた、かなり、熱心に、二人で研究を深めていました。渡辺王将はブログにて、封じ手開封直後、次の75手目88銀では86銀が勝りました。対局中は、ここが重要な分岐という認識はなかったのですが、藤井竜王は、局後の第一声で、88銀44銀で感じが良くなったと言っていたので、このあたりの判断の差が、そのまま結果に出ています。このようにしています。そう。この局面で、谷川九段が、先手を持って自信がなくなってきました。飛車を成っている場合ではないんですね、とつぶやいています。ちょうど、この手を指した直後先手渡辺王将の将棋では厳しいと指摘しているのです。王将がこれに変えて8六銀としていればよかったとありますが、藤井竜王は、この直後検討室でも有力とされていた正確な一手4四銀を指します。これには、先に挙げた動画でも、深浦九段がかなり驚いていましたが、常に冷静で、見えている世界の広さと深さに驚かされます。渡辺王将は、最後の長考で自分が指した手に対して、簡単な変化ではないのに読み切られていたことを驚いています。そして、いつも感想戦がえぐいと本音を吐露しています。要は、藤井竜王の見えている世界が感想戦をすることで実感することになり、やっぱ勝つなんて無理だろって思わせるほどのレベルの高い読みを披露しちゃってるということなのでしょう。えぐすぎる強さ。渡辺王将が、相手が簡単に読み切れないであろう、深い、研究の末、導き出した一手に対して、相手が読み切っていたことを知れば、落胆は計り知れない。結果的に、渡辺王将は、時間攻めで1日目を終えた時に、まだ5時間ある条件はかなり良かったが、それでも、勝てないのではどうにもならないとしています。そして、やはり先に挙げた75手目88銀のところが分岐点だったことに、感想戦で、気づかされたとも、藤井竜王はジェット機でもなくロケットですわ。高野六段曰く、あの時のジェット機ですが、実はジェット機じゃなかったかも。藤井聡太くんの将棋は、想像できる範囲をはるかに超えてしまっています。ジェット機なら乗ったこともあるので、想像ができます。しかし、宇宙にも行くことのできるもの、スペースシャトルみたいなものだったら、感覚がわかりませんよね。ジェット機と言って、ごめんなさい。あなたを過小評価しておりました。って感じです。このようなことを話していました。ジェット機から進化した言葉も語っていたようです。本当にありえないレベルの棋士が誕生したってことですね。勝つのが当たり前だと思われているのは、天才集団のプロ棋士でも藤井竜王くらいです。さて、このタイトル奪取で、史上最年少五冠達成を果たしました。この先は、全冠制覇に期待が高まりますが、最初に全冠を達成したのは増田幸三実力制第4代名人。タイトルが3つだった時代で、九段、現在の竜王戦の前身、62から87年は十段戦、王将の2冠を持ち、1957年の名人戦を制して全3冠を達成しています。続く九段戦を防衛して全冠を維持しましたが、王将戦で敗れ、2冠に交代。次に全冠を達成したのは、大山康晴15世名人。増田から、58年に王将、九段、そして59年に名人を奪い、全3冠を達成した。大山は、60年にタイトル戦になった王位、62から63年の棋聖、当時は1年に棋聖と、次々に獲得。直後の王将戦で敗れたものの、
翌年取り返して全五冠復帰を果たした。66年、66年度前期の棋聖戦で敗れるまで3年度連続全五冠を維持。66から67年、66年度後期に棋聖を取り返して、再度全五冠復帰。67年、67年度前期に棋聖を奪われ、独占は終了しています。そして、3人目の全冠達成者は羽生善治九段。棋王、さらに王座が加わってタイトル戦が7つだった時代に、94年に六冠となり、96年、95年度に、王将を獲得して全7冠制覇を果たしています。しかし、同年の棋聖戦で敗れて独占は崩れています。過去の記録を見るとわかりますが、3冠で全冠制覇できた時代があったわけですが、今では、8つものタイトルを取らないと全冠にはならない。もしこれを達成すれば、前人未到の世界へまた一つ金字塔を打ち立てることになります。藤井竜王が8冠制覇するのは、そう遠くない未来です。期待が高まります。そうそう、2月3日には、昨年の獲得賞金、対局料ランキングが発表され、1位は渡辺名人、2位は豊島九段、そして、3位が藤井竜王で約7000万円。藤井竜王の今期竜王戦優勝賞金4400万円は、今年のカウントのため含まれておらず、実質的に、年収1億円を超えていた計算になります。何もかもが規格外の19歳。賞金ランキングが出ると気になるのが、JT 杯。当然、来年も出場になりますがこういった、短い時間で戦う対局も頂点を取るのは時間の問題。